ああ。です。ありがとうございます。雨もう止んでたで。ことです。やんでた。自宅は画質がいい。そうかね。ことです。鳥さん、チース。家に帰ってくる前に、コンビニで、アイスコーヒーと、二階堂一本と、ロックアイスを買って帰ってきた。マジで。思想がすごい。いや、死ぬから大丈夫だよ。待ってる。店の安心？雰囲気？いいかな。昔はもっと勢い良かったんだよ。でも今日は俺、家帰ってきてるけど、そんなになかなかやんないからね。いや、なんでふわっちじゃねえんだ。いや、言ってることはよくわかんないんですよ。いやいや。お前はブロックね。まだ拗ねてるの、そこ。くだらない。
店行って掃除してさ、放送やってさ、じゃあ家帰るわ、なっつって家帰ってきてさ、もうアンチもぐぬぬまんなんだよ。店行こうが。ね？店は行くわ、家には帰るわで。ぐぬってんだよ。それじゃ面白くないんだよ。残念ながら。アンチは何が原動力なんだろうね。知らない。だって俺アンチが何やってるかなんて知ったことじゃねえの。気にもしてねえし。そいつがどんな生き方してるかなんか、俺知らねえもん。エグチありがとう。ちょろっと店掃除したら疲れちってやけど。放送来てコメントしてる時点でファンだよな。いや、どうなのかな。俺、別にそんなの聞かねえけど。まあ、とにかく、こだわるよね。開店準備ですか？今日ちょっと行ってきたんだけどね。お店絶対行くから。だよ。今いくら足りないんですか？地味に正直言うと、あと3万あれば、俺が店開ける酒と、そのあたりの仕入れはできるってこと。食材までってなったら5万はいるけど、酒だけだったら腐んねえから。あと開けりゃなんとかなんだろ。あ、部長さんも来てんじゃん。いつもありがとうございます。でも、今日も疲れたよ。あのさ、店行ってさ、一人でほら、やっぱ、掃除とかもやるけど、それは当たり前なんだけどさ、一人の店だから。んだけど、なんだかなーって思いながらさ、いろいろ考えんのよ。だから結局、毎日やってりゃさ、毎日片すから大した掃除じゃないんだけど、ずっと、だらけてると、こういうことになるんだなと思って。体力がないっていうか、いや、だから体力がないのはもう、俺も年が年だから、あれなんだけど、だから、ちびちびやってきゃいいかなって思ってんの。だってがっつりやんなくていいんだもん。気づくの遅すぎ？いや、今気づいたんだからいいんじゃない？
まだ俺はやるからよって言ってるんだったら、多分だいぶバカだと思うよ。な。そうそう、ゆっくりやってやんよ。ガツガツする年じゃないよね。そうだなぁ。まあ、俺は、目の前で飲みながらみんなと喋れるのはそれでいいだけだから。リアルでね。商業活動を始めるの？いや、どうするの？予定も何もないよ。遊びに来たい人が来てくれればいいだけよ。いい店ではあるんだけどね。だいぶ長いこと放置してたな、俺も。反省だよ。10年ぶりぐらいにうなちゃんマンを見た。ああ、じゃあもうじいさんになってんだろ。しゃあなしだよ。開けんの？いや、今年に入ってから一回も開けてないよ、俺。こんばんは。どうも。だから俺店で言ってたじゃん。家帰ったら、家帰るよって、これでって。じゃあね、みんなって。芸能情報を、まあ、その時は放送はしないよ、俺は。ネットに載せると、また録画するどうのこうのとかまた YouTube だのなんだのって始まるから、ね、そこはそういうことはする気は俺はない。いやだけどさ、俺もさ一回押したじゃん。ジャッシュをさ。いや、俺が押したんだよ。結構いい店行ってるんだよなって言って、Hulu とかの。言ったべ、俺。いやいや、いや、俺もびっ
くりだよ。いや、母ちゃんはいいんだけど、いやで、ディレクターとか、あの横にいるサブにすっげえ横柄な口聞いて、お前それ食って何それみたいな、そういう言い方とかフールーで言ってんのよ、ずっと。お前それ分かってないよ。あの、必ずツインでいるだろう、横に。ネタなのかどうかわかんないけど、なんか。もう戦い上手なのかわかんないけどさ。いや、裏切られてるはいないよ。うん。全然。いやいや、トイレでやり捨てとかありねとか、そんなのはどうでもいいんだよ。うん。でも、よくよく考えてみ。渡部なんて、もともとは、いけてねえから。マジ。なあ。そう思わない。あんなのいけてねえわ。ガシャガシャ。どうせ YouTuber になるんやろな。いや、ラスカル。それも無理だと思うよ。もう Hulu の番組も飛んだろ。YouTuber やって、誰がつくと思う。フルボッコで終わるで。うん。もう、食えなくなったら YouTuber ですかみたいな。もしもそんなことをやったら、今度は、女房が叩かれるぜ。これは。うん。むしろ、女房働か、女優やらせて、てめえは子守してりゃいいんだよ。芸能界なんか出てこねえで。2年でも3年でも。わかる？この俺の言ってる考え方。いや、チャンネル持ってたって、もう全部、もうアウティーなんだから。そうだろ？ちゃいますか？じゃあもう、渡部も FC2 アダルトで配信するしかないな。トイレに呼び出すの。ね。
まあまあまあ。これから、そう、これからね、YouTube で渡部くんが多目的トイレの使い方っていう YouTube を上げてくれるから、みんなね、楽しみにしてようよ。ね。ある？最高じゃねえかよ。多目的トイレは閉めたら30分で勝手に扉が開くから、それまでにことを終わらせないとアウティだからね。あった。ボタンがグリーンと赤があるから。全部知ってんだよ、佐野は。ナムル。知らないの、お前ら。ねえ。そうよ。俺、中で時間が長くなると勝手に開くんだから。ほら、ここで、やっぱ、ちゃんま知ってるよね、みたいなの、一例お願いします。知らない人だったら、まあ、普通なんだ、使ってねえんだろうけど。うん。あれ30分ぐらいで開くんだよ。勝手にロックがビーって。それはなんでかって言ったら、いい？一つ考えてみ。みんな冷静に考えて聞いて、俺の話を。多目的トイレっていうのは、体が不自由な人とか、ちょっと障害持ってる人とか、そういう人が使ってるのに、30分経っても出なかったら、扉が開いて中を確認できないと怖いことになってたら困るだろっていうんで開くようになってるんだよ。わかる？緊急ボタンは横の赤いやつだよ。そうだろ？動いてないとどうしましたってスピーカーから言われる。いや、まあ、動いてないっていうか、違うんだよ。俺がなんで多目的トイレが知ってるかって言ったら、俺さ、お前ら、俺がさ、年がら年中腹下してトイレ行くの知ってんだろ？なあ。もうよ、多目的トイレはもう、安心して座ってられんの。わかる？これ。これね、お前、腹ね、下すやつは、あれほどね、いいとかないよ。ああ。まあ、広いのは、それはさ、お子さんがいたりとか、おむつ替えをしたりとか、いろんなことがあるから、なんだけど、俺もう一人で行って、いや、パチ屋のトイレもいい。まあな、パチ屋のトイレはな。
男女共用なの？あ、そう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 。多目的はね。うん。バーチャル。まあ、バーチャルのトイレ広いっていうか。いや、腹が原因、酒が原因だからね、俺はね。うん。だから表に出ると、もう、常になんか、ギュルってきたなと思ったら、もうすぐにコンビニとか、どっかねえかなとか考えるよ。うん。なんか漁ってんの、トイレで。はい、ストップです。さよなら。お前が漁ってんじゃねえの？発想がもうおかしいよね。トイレでなんか漁れんのかよ。パチ屋のトイレで肉上、あ、ちょっと待って、これね。パチ屋もそうなんだけど、これね、こんなこと言ったら悪いけど、ネットカフェで、肉便器してる女いるよな。いや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 。ちょっとしたハイヒール履いてる女。だってさ、ネットカフェにそのハイヒール履いてこねえよな。その網タイ履いてこねえよな。いや、いるんだって。いるの。だけど、クマがひどくなった。酒飲みすぎだから。うん。まあ、しゃあなしだよ。そうそう。だから、違う違う、男子トイレで待ってんじゃないんだよ。漫画とかこう物色しながら、チラ見すんだよ。うん。自分からは声かけない。スバニャンがお店開いたら行こうかなって言ってましたが、配信者 NG。まあ、もうスバニャンは、また俺をいじめに来るんだから勘弁してくれよ。もう俺はあいつにはもう散々っぱらいじめられたから。な。勘弁しなさいよ。そんでなくても、ツバニャンはいくらでももういろんな人からもう人気者なんだから。俺なんか誰からも人気者じゃないんだから。いやいやいや、もうめっちゃいじめられてんだ、めよ。沼市は無理。沼市は転換だから。うちの店でひっくり返られたら困るから。これはリームです。はい。
これは無理です。わかりますよね、皆さん。香川、伊東、沼島、出禁ですよね。いや、出禁っていうか、だって、むしろ、あちらさんが俺のことは嫌いだから。うん。店で転換で倒れたら店主が責任取るの？取らないよ。そんな。なんで俺が取んなきゃいけない？まあ、そういう話はいいけど、その病気の話とかさ、ここでするべきじゃないよ。な。いやー、俺、今日久しぶりに店に掃除行って。疲れちった。うん。転換は、薬はね、定期的に飲むのは、飲まないとダメよ。ダメよ。うん。香川がチャンマンの店をオープンしたら7人くらいの女を送り込むとか、言ってたってこと？へえ。なんであの人ってさ、いつもさ、女系なんだろうね。エロなの？